はい、おはようございます。今日ね、ちょっとこういう魚入りました。まあ、たまにこういうちょっと珍しい魚を買ってくるんですが、あ、今日は、これはね、おじいさんっていう魚です。おじさん。ね。このね、おじさん、まあ、パッと見、なんでおじさんかっていう、まあ、言われっていうか、まあ、一般的に言われるのはここなんですよ。ここのヒゲ。ここ。おじさんのようなヒゲが生えてるということ。これがまあ語源。だから、このね、このヒゲを海外ではヤギ。まあ、ヤギ魚。ヤギに、ヤギっていうのかな。ヤギね、海外でね。まあ言うらしいんですけど、日本ではね、これね、おじさんなんですよ。おじさん。まあ、おばさんっていう魚いるのかちょっとわかんないんだけど、このね、まあ、特徴として、まあ、九州とか、まあ、沖縄系とか、要するに、まあ、浅瀬の、どっちかって言えば、岩礁地帯、珊瑚礁地帯にいる。で、これに似た魚で毒がいるんで、これはちょっと気をつけてください。で、ここでね、この斑点がこう出るやつ、これがまあ本物なんですが、この、ここの黒いね、この、まあ大線ね、ここが、ここに来てるやつ。で、この色の薄さ濃さで、まあ僕たちは、まあ、こう見分けるんですけど、あのね、宝来姫路と沖縄姫路って言うんですよ。で、基本どっちもおじさんなんですが、この魚は、沖縄姫路のおじさんなんですよ。まあ、ここでね、見分けるんですけど。でね、この魚の特徴としてはね、こういう、鱗。鱗もこう柔らかいんですよ。ね。おじさんの鱗は柔らかい。こういう、おじさんの鱗。そして、おろし身にすると、こういう、身なんですね。おじさんの身はね。結構身が締まってます。じゃ、かといって刺身でうまいか脂が乗ってるのかっていうと、そんなに脂乗りはある魚でなく、どっちかっつったらね、水っぽい魚の分類。僕のとっては水っぽい魚の分類なんで、まあ、出汁だですね。まあ、西洋風に言えばアクアパッツァとか、それから煮込み料理に使うとか、あとは上手に水分を取って味噌漬けにしたり、それから、どうかな、ムニエルかな。だから、そういう感じかな。白身でフライに今ちょっと今日してみようと思って今やってるんですけど、まあ、ちょっと珍しい魚なんで、おじいさんっていう魚でね、今流通して、結構ね、名前でね、名前が面白いんで、この頃、結構高級魚っぽい部類にまで入ってきてましたんで、ちょっとこういうね、珍しい魚を、一応動画に収めておこうと思って撮りましたね。まあ、可愛いですね。まあ、綺麗な魚で、女装したおじさんですかね、これね。それでは、また明日。以上です。